今日は地方公演のゲネプロ。今回はお芝居がメインなんだよね。いいスタートを切ってほしいな。みんなすっごく頑張ってたし、地方公演にはついていけないけど、私にできること何かないかな。例えば、あ、祭壇を作るとかいいかも。お供え物も置いたりして。神棚のつもりだったんだけど、何か違うというか、何かに似てるような。もっと情熱的にエキセントリックに、ロコちゃんみたいなハイセンスさで。うん、彼女たちの活躍と輝き、地方に届ける前にこの目で見ておきたくてね。お芝居とっても楽しみですね。ところで、美咲ちゃんは一体何を？あ、社長さんに音無先輩、プロデューサーさんもいつの間に。ああ、それはセンスの赴くままに書き殴ってしまったというか。台に乗せたお団子にススキ。わかった、お月見ね。飾り付けのアイディアを考えていたのかしら。おお、時節にも公演内容にもぴったり。素晴らしいアイディアじゃないか、青葉くん。お月見、そっか、どこかで見たことがあると思ったら。そうですか。そんなに褒められるとなんだか照れちゃいます。公演の成功を祈って書いてたんですけど、皆さんからの評判が良くて良かったです。雰囲気作りも大事な要素だからね。今度の公演はより一層素晴らしいものになりそうだ。材料もすぐ揃えられそうですし、美咲ちゃん、私も手伝うわね。音無先輩、ありがとうございます。お待たせいたしました。これよりナムコプロライブシアターゲネプロ公演の上演となります。ナムコプロが誇るダイヤモンドの輝きをどうぞ心ゆくまでご鑑賞くださいませ。現在この都市で開催されている地下オークション、会場にはありとあらゆる宝が集まっています。きらびやかな宝飾品に歴史的名画、貴書、骨董、そして月の宝、ストーンボール48。月の宝？はい、月から漂着した被験しうるもののない本物の宝です。輝きのダイヤ同様、イデアルお嬢様が手にするにはふさわしいものかと。作戦の際は名前でなくコードネームで呼ぶようにと言ったはずよ、ミスダブル。失礼しました、コードネームレディーアイ。よろしい。というわけで、私たちが狙うのは月の宝、ストーンボール48よ。オークションのお宝を盗むとは大胆不敵な。さすがはイデアルお嬢様です。競り負けたものは盗んででも手に入れる、見事な発想の転換ですな。むしろ格好悪くない？大財閥のご令嬢が
地下オークションで競り負けて裏で強盗計画なんて。うるさいわよリトル。リリーもリーダーの言うことにケチつけるんじゃないの。狙ったお宝はすべからく私の手中に収める。ここはそのために私が作った秘密組織、月の輝きすらも手に入れるパーフェクトレディーことレディーアイとチームラビッツなんだから。もう相変わらず長い名前ですな。ちっとも覚えられませんよ。月のお宝を狙うウサギなんだし、ゲット隊でいいんじゃないの。いやよ、そんなの単純すぎるじゃない。狙ったお宝はすべからく私の手中に収める。さすがレディーアイ先輩です。尊敬しちゃいます。あら、よくわかってるじゃないの新人。もうそろそろあんたにもコードネームをつけてあげないとよね。え、先輩のネーミングセンスには不安が。じゃなくて、私は未熟なので名無しで十分です。そう？まあちょうどいいの思いつかないし、しばらくは名無しのままね。では話がまとまったところで、具体的な作戦説明と参りましょう。ミスダブル、聞こえる？こちらリトル。目的地に侵入成功。このまま先行するわ。こちらダブル、了解しました。レディーアイ、DD、ナナシは続いてください。どんな厳重な警備を敷いたって無駄よ。上空からの侵入って防ぎにくいんだから。所有する飛行機から落下して侵入、大財閥ならではですな。パラシュートもだいぶ慣れてきました。しかしレディーアイ、今回は巷を騒がせている例の怪盗からも予告状が届いているとのことですが。ああ、怪盗シャインナイトね。盗みの腕は立つって聞いたけど、もうどこかにいるのかしら。まさか、上空以外からこの会場に潜り込む方法なんてあるわけないですよ。あ、おかしいわレディーアイ。保管庫はここで間違いないはずなのに、宝が確認できない。なんですって？本当だわ。お宝の影も形も見えない。ということはもしかして。これは。なんと、いきなり大ピンチですな。こちらミスダブル、何が起きていますか。皆さん、状況を報告してください。私たちを囲んでいる人が、ひーふーみ、数えるのが面倒なくらい大勢いますね。要するに、罠だったってことね。この周到さ、どこかから情報が漏れてたのかしら。了解、お待ちください。今、有力な脱出経路をいくつか。必要ないわ、そんなもの。そうでしょ、あんたたち。第一、お宝を手に入れてもいないのに逃げ帰るわけにはいかないわ。そうですね。どちらにせよ、おとなしく返してくれそうにないですし。だったら、お宝をいただいた方が良いかと。
荒ごとか、面倒だな。でも、やるんだったら暴れるよ。叩き潰すわよ。ゲットレディ。そういうわけにはいきません。おや、なんだか眠くなってきましたね。うん、私も眠くなって。ちょっとリリー、リトル、どうしたのよ二人とも。皆さん、今度は何が状況を常に報告して。ゲット隊に新人として潜り込んで数ヶ月、正直こんなに時間がかかるとは思いませんでした。みんな肝心なところはガード固いし、隙も見せてくれないし、やりにくくて困ってたんですよ。だから情報提供して協力者を得て混乱に乗じるしかないかなって思ったんです。あんたが怪盗シャイナイト。はい、シャインナイト、お目当ての宝を頂戴しに参りました。こちらこそ協力を得られて助かりましたよ。それでオークションマスター、約束通りレディーアイが持つ輝きのダイヤをいただいても。え、あれなんで私にまで睡眠ガスを。どういうつもり。あれ、ここは確か睡眠ガスを吸い込んで。私たち仲良く趣味の悪い部屋に閉じ込められたのよ。レディーアイと DD は別の場所みたい。通信はダメか。まだ輝きのダイヤを手に入れられてないのに。そう、あなたの目的は輝きのダイヤだったの。私悪いと思ってないですから。裏切りなんてこの世界じゃ普通だし。私はレディーアイ先輩が持っているダイヤを絶対に手に入れなくちゃならないんです。だから何？リトルさんは他のみんなが捕まっちゃったのに心配じゃないんですか？別に、いざとなれば逃げる時間くらい稼げるし、私たちゲット隊はそんなにやわじゃないから。あ、オークションマスター、ねえ、どうして私まで捕まってるの？そんなわけ。そんな。はあ、呆れた。悪役のセリフってどうしてこう変わり映えしないのかしら。
いいわ、社員ナイト、かかってきなさい。その代わり、私もおとなしくやられるつもりはないから。リトルさん、そんな、私は…私は怪盗社員ナイト。私には目的があるけど、ウサギ殺しなんかしない。オークションマスター、あなたには従わない。私はダイヤを手に入れてリトル先輩を助けてみせる。あら、意外と言うじゃない、社員ナイト。レディアイ？ディーディー、ミスダブルも。警備とは、廊下で転がっている方々のことですか？著しく水準が低かったので、見直しを推奨します。はい、あっけないものでした。ほら、輝きのダイヤよ。これでしょ、あんたが欲しがってるのって。でも何か事情があるみたいだし、一つ貸しにしておいてあげるわ。それに、お宝はその価値にふさわしいウサギが持ってこそ進化を発揮するものなのよ。レディーアイ。ほんと呆れた。足りないのは語彙力だけじゃないんだね。バカじゃないの？あんた、自分の価値なんてものはね、自分で決めるのよ。つまり、あんたが持っているお宝は全部私が持っているべきだってこと。そうはさせないわ。ゲットタイ。これは私たちの崇高なるミッション。後悔するにはちょっと遅かったみたいだね。お板が過ぎましたな。反省するといいですよ。行くわよ、必殺イデアルちゃん。キーカーカーカー。ミッションコンプリート。どう？ざっとこんなもんよ。おお、いい感じに吹っ飛びましたな。対象の生体反応、半径100キロ圏内からの消失を確認。お見事です、お嬢様。何ですか今の技。あなた知らなかったの？レディーアイの特殊能力。聞いてません。っていうか、私こんな人たちを敵に回そうとしてたの？もう見つかりませんな。それってこの間のオークションの記事よね。何か進展あった？はい、地下オークションのマスターは悪事の証拠を抑えられて
刑務所に入れられたようです。私が探していたのは怪盗シャインナイトの記事なんですが、今日も見つかりませんでした。シャインナイト、オークションの事件の直後に姿をくらまして、そのままだもんね。腕はまだまだだけど、根性はあると思ってたのに。リタルにとっては初めての後輩でしたからね。思い入れもひとしおということですな。別にそんなんじゃないし、人手が減ると効率が悪いなってだけ。そうですね。でも本当にどこに行ってしまったんでしょうか。あのダイヤを手に入れて怪盗を続ける理由がなくなったのかもしれないわ。いいことじゃない。私たちは私たちで次の仕事をするだけ。ミスダブル、映像を出してちょうだい。かしこまりました。次のターゲットは、あら、あ、もしもし、聞こえてます？皆さんお元気ですか？シャインナイト？あんた怪盗はもうやめたんじゃ。え、あれ、私怪盗やめたなんて言いましたっけ？レディーアイがそう言っただけで、シャインナイトは言ってはないかも。ですよね。よかった、びっくりした。それで通信電波をジャックしてまで私たちに何のご用ですか、シャインナイト？ああ、はい、私レディーアイ先輩に自分の価値は自分で決めるって言われて気づいたんです。それに何かを借りたままなんて嫌なので、だから返せるまで回答を続けます。おお、それは何よりですな。ふん、かかってくるなら好きにすればいいわ。そう簡単に行くほど私たちは甘くないけど。そうですか？でも今日の勝負は私の勝ちだと思いますよ。今日の勝負、それは月の宝は怪盗シャインナイトが頂戴しました。それでは皆さんごきげんよう。なんと、ゲッタ隊より先を行くとは、いつの間にか腕を上げたようですな。感心してる場合？あんたたち今すぐ準備しなさい。ゲットレディ、ミッションスタート。これはおそらく催眠ガスによる昏睡、そして通信機の物理的損壊、想定外の事態と判断します。ここから情報をお伝えできないままお嬢様たちをサポートするのは不可能に近い。どうするべきか、方法は一つですね。まったく、ひどい目にあったわ。ナナシ、いや、シャインナイトのやつ。まあ、今はあいつのこと考えてても仕方ないわね。これからどうするか方針を決めないと。レディーアイ、その件でしたら私がお力になれるかと。ミスダブル、どこから来たのよ。申し訳ありません。通信不能な以上、一刻も早くお嬢様のおそばに参るのがベストと判断したので。まあ、それはそうだけど。お嬢様、私の能力と
月の宝ムーンブラッドの力、これを合わせればどのような情報にもアクセス可能です。ストーンボール48はどこに？この建物内に保管されています。 DD も近くにいるようです。リトルとシャインナイトは同じ部屋に、二人とも無事です。そうなら月の宝、それから DD ね。リトルがついているならシャインナイトも死ぬことはないでしょう。はい、リトルの能力は爆発、敵も建物ごと吹き飛ばされたくはないでしょう。加えて彼女の状況判断力があればしばらくは時間を稼いでくれるかと思われます。よし決まりね。ミスダブルついてきなさい。で、あれ？ミスダブル、あんたどうやってここに入ってきたの？天井から穴を開けて侵入いたしました。そろそろバレる頃合いかと存じます。そういうのは早く言いなさいよね。こうなったら正面突破でドアぶち破ってくわよ。レディーアイ、こんなところで力を使っては。鉄の扉を紙くずのように吹き飛ばすとは、さすがは月の宝ブルードラグーン。身体能力を大幅に上昇させてくれる力と、それを扱うレディーアイの修練あっての技ですね。あら？ドアを破っただけなのに全員逃げちゃったみたい。好都合です。道も開いたことですし、月の宝が隠されている場所へ向かいましょう。レディーアイ、反応が途絶えました。ストーンボール48はおそらくこの中です。ここに来るまでの間に妨害電波を張り巡らせておきました。しばらくは時間稼ぎになるかと。よし、探すわよ。月の宝は一つ残らず手に入れるんだから。月の宝、月より漂着したといわれるオーバーテクノロジーの塊。遥か昔、月の文明によって作られたこと以外一切が謎に包まれた太古の秘宝。そうよ、そして大勢の人の命を奪ったもの。この宝のせいで私のパパとママも。だからこそもう二度と誰かに同じ思いをさせてはいけないの。何が何でも探し出さなくちゃ。月の宝を悪用されないように管理する。そのために私はこの秘密組織を作ったんだから。一切承知しております。お嬢様は本当にご立派にございます。亡き旦那様、奥様に続いてお嬢様にお仕えできていること、執事として誇りに思います。だから今はお嬢様じゃないわ。作戦中はコードネームで呼びなさい。はい、失礼いたしました。お嬢様。だからコードネームで呼びなさいってば。レディーアイってかっこいい名前があるんだから。見つけました、ストーンボール48。けどこれはどうかしたの？いえ、これは月の宝ストーンボール48に間違いありませんが、宝物としての力がひどく弱まっているようです。
お嬢様、一体どういうことでしょう。あら、弱ってるならいいじゃない。え？だってそうでしょ、無害ならそれに越したことはないわ。さすがはレディーアイ、ゲット隊の隊長ですね。月の輝きすらも手に入れるパーフェクトレディーことレディーアイとチームラビッツよ、正確にはね。そうでしたね、一言一句間違いなく我々を表現した舞台名でございますでしょ。さあ次はあの子たちの救出よ。まったく世話が焼けるんだから。はい、このミスダブル、どこまでもお供いたします。あ、確か潜入したところガスで眠らされて、それでこれは夢？なるほど、私の能力と月の宝が見せてくれている夢ですね。ではこれはきっとシャインナイトの。キラキラの夜、すごい。お母さん、今でもお月様はそんなところなの？でも、とっても素敵。もっとご先祖様のお話聞かせて。DD、そろそろ起きなさいってば。いつまで寝てるつもりなの？おや、レディーアイにミスダブルも。おはようございます。ふぅ。おはようございます。脱出経路確保完了、いつでも出られます。ありがとう。DD、あんたはどうして寝てたの？まさか能力が？はい、強い眠気にサプライズ、おかげで夢を見ましたよ。 DD の持つ能力は私たちのようなウサギの中でもかなり特殊です。他者の夢を共有したり、その世界に入るだけでなく、月の宝を使ってその夢を現実にすることも。今回はシャインナイトでした。彼女の幼い頃の記憶のようでしたが。シャインナイトの何を見たんですか、DD。 シャインナイトがお嬢様の輝きのダイヤを狙う理由がそこにあるのかもしれません。ストップ。月の宝で得た力や情報に他人が口出ししてはダメよ。使用者が判断すること。しかし彼女の正体は私が調べても不明な点が多く、今後のためにも。私たちが活動している理由、これが何のための組織かということを忘れないで。月の宝というヘンテコで凄まじい力を持った大昔の秘宝、その悪用を防ぎ管理するためにレディーアイが作った秘密組織ですな。そうよ、私たちが振り回されてどうするの。元より過ぎた力を扱っていることを忘れてはならないわ。それは過ぎた力に振り回される。私も
レディーアイの意見に賛成ですよ。力のせいで人が傷つくところをもう見たくありませんからね。そうでしたね。すみません、DD。嫌なことを思い出させてしまって。気にしないでください。おかげで私は初心を忘れずにいられますから。それでは改めて、最初の目的であるストーンボール48を探しに行きましょう。それならさっきミスダブルと確認済みよ。力が退化してるみたいで危険性は薄いわ。そうでしたか。でもこの部屋からまだお宝の匂いがするような。ここに別のお宝があるですか。しかしそれらしき反応はありませんが。多分この辺とかに。わあ、ありました。これは目録のようですな。目録、もしかして地下オークションの。なるほど、あえてデータ上には残さずアナログでのみ記録していたのですね。通りで情報が手に入りにくいと思ったわ。小心者だけど狡猾ね、あのオークションマスター。おお、こっちには贈収賄の記録がバッチリ書かれていますよ。これは高く売れそうですな。目録は私たちがいただくとして、帳簿の方はどういたしますか。そうね、そこは私たちの出番じゃないし。だったらバニーポリスですな。匿名で送ってあげましょう。そうね、たまにはあの連中に花を持たせてあげてもいいんじゃない、なんて。おお、なんだか因縁のライバルっぽい発言ですな。なんだかじゃなくて、そうなの。あの連中ほんと私たちの邪魔ばっかするんだから。あ、お二人とも入隊場ログからオークションマスターの移動を確認。リトルとシャインナイトに危険が迫っているかと思われます。時間をかけすぎたわね。それじゃあ最後に悪党どもを懲らしめに行こうじゃないの。仰せのままに、レディーアイ。はい、私もどこまでもお供しますよ。当然じゃない。なんといってもこのイオリちゃんが主役を張ったんですもの。私も怪盗を演じられて楽しかったです。名前を覚えるのに少し苦労しましたけど。台本を読みながらドキドキしましたよ。月のお宝が本当にあったら大変ですな。でも香りが持っていたデータ探索できる宝とか便利そうじゃない。だったら桃子はイオリさんの力が欲しいかな。大人にも負けないパワーなんてかっこいいし。私は月に行ってみたいです。月に行くって、未来さん、今月の宝の話をしてたんだよ。うん、でも他にももっといろんな宝物があるかもしれないでしょ。だから月に行って確かめたいなって。
未来ちゃんはすごいわね。でも確かに月に行ってみたいかも。ではその時はみんなで行きましょう。ゲット隊でお宝を探しますよ。